海上自衛隊が誇る最新鋭潜水艦ですが、親潮型潜水艦も世界的に見ればまだまだ一級品です。今回は海上自衛隊が保有する潜水艦を詳しく見ていきますね。スターリングエンジンなどいろいろな潜水艦保有しています。タイゲイ型が最高。2022年9月現在、日本の海上自衛隊では、潜水艦隊として、実稼働を行う潜水艦22隻と、練習用2隻の合計24隻体制を構築するに至っており、当面の中期防衛力整備計画で示された内容をクリアした状況となっている。海上自衛隊が築き上げた、この潜水艦の22隻プラス2隻の体制の内訳は、慣例の古い順から、親潮型が、練習用2隻と稼働用9隻、以下は、すべて稼働用で、双竜型が12隻と、最新鋭のタイゲイ型が1隻から、構成されている。今現在の数の上では、竜型が半数を占めており、海上自衛隊の潜水艦戦力の中では、中核を担うと言って良い存在だが、タイゲイ型は、今後も、従来通り、毎年1隻ずつ、が増加する見込みのため、親潮型が、その分減少することにはなるだろう。しかし、今年到達した稼働22隻と、練習用2隻の24隻体制は、今後の日本の安全保障環境の変化感によっては、さらに拡大して維持する方向へ向かう可能性もあり、親潮型の退役が行われるかどうかは、未定だと思える。海上自衛隊という組織のくくりの中で見た場合には、確かに、親潮型は、最古参の艦級であるため、以後の、そう、竜型やタイゲイ型を考えれば、若干見劣りする感は並ないが、世界的に見れば、未だ、新しい部類に入る艦類である。日本の海上自衛隊では、潜水艦は、現状の防衛戦力のようであり、その、建造や搭載する各種装備の技術力の維持を目的に、前述したように、ほぼ必ず、毎年一隻ずつ、の新造を行っており、通常動力型潜水艦では、世界でも、屈指の能力を誇っている。したがって、今は、2番艦までの2隻が、練習用に変更されている親潮型も、その1番艦である、親潮は、1998年3月から2015年3月までが実運用の期間となってしまったが、これはわずかに17年にしか過ぎず、実に贅沢な選択にも移る。通常の艦艇であれば、少なくとも30年以上は収益を継続することがコストパフォーマンスの上からも常識的な数値であり、いかに日本の海上自衛隊が潜水艦を必須かつ最重要な兵器と位置づけているのかが忍ばれるものでもある。そこで、ここでは、まだまだ、旧式艦と断ずるには、語弊のありすぎる親潮型について、それ以後の、そう、竜型やタイゲイ型との比較を交えながら、どのような潜水艦であるのかを今一度振り返ってみたいと思う。まず、親潮型は、基準排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0m、全幅 8.9m、喫水 7.4m の艦体に、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターを推進機構として搭載している艦艇である。次級の、そう、竜型の最大値は、基準排水量2950トン、水中排水量4000トン、全長 84.0m、全幅 9.1 メートル、喫水 8.5 メートルの艦隊であり、親潮型に比しては、すべての数値で上回り、一回り大型化していることがよくわかる。
さらに、総、流型の機関部の構成は、1番艦から10番艦までの10隻は、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターに加えて、スターリング機関をも搭載しており、これまでの海上自衛隊の潜水艦でも、唯一となる肥大依存推進を実現していた。このハイブリッド方式は、当時の通常動力型潜水艦の機関構成としては、ドイツ等の潜水艦と共に非対機依存推進を搭載した形式として注目を浴びたが、11番艦以後の2隻は、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池とモーターの搭載に改められた。これは、通常動力型の潜水艦としては、その実用化以降、およそ100年にわたって用いられてきた鉛製の蓄電池をリチウムイオン製に置き換えることで、飛躍的にその性能を高めることに成功したためで、世界初の実用潜水艦での試みとなった。現在の最新鋭艦であるタイゲイ型は、その立ち位置から使用が公表されていない部分があり、基準排水量3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルであり、水中排水量や喫水は不明であるというのが実情である。タイゲイ型でも、総、流型の11番艦以降と同様で、機関部の構成には、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池とモーターの組み合わせが採用されており、今後、しばらくは、この形式が踏襲されていくと予想されている。こうした使用上の数値からすれば、親潮型を一回り大型化させたのが、総流型であり、最新型のタイゲイ型は、総流型と全長、全幅ともに同数値だが、排水量だけを、ほんの少し増加させたものということができそうだ。ただし、親潮型と、総、流型、タイゲイ型とでは、外観上で識別できる、大きな相違点があり、それは、艦尾の舵の形状で、前者が、従来通りの十文字、後者が近年増加している X 字をしているため、海上浮上時には、一目で見分けることが可能だ。X 字の舵は、従来の十字型の舵が、横方向の2枚で、艦の回答性と、姿勢の制御を行うのと異なり、4枚すべてで、これらの動きを担うことから、水中での機動性の向上と、仮に、1枚の舵に、ダメージを生じた場合でも、他で補うというリカバリーのたやすさが指摘されている。また、X 舵は、潜水艦を海底に沈ませた場合、等においても、十文字型の舵よりも、損傷につながるリスクを軽減可能という点も、利点に挙げられており、日本やヨーロッパで建造されている潜水艦では、近年のトレンドにもなりつつある。しかし、アメリカ海軍では、試験用の潜水艦に、テコの X 字型の舵のテストを実施したものの、従来の十文字型の舵に変えて、あえて採用するほどのメリットは、薄いと判断されており、同海軍の潜水艦へは取り入れられていない。さて、続いては兵装について触れてみたいが、これに関しては、親潮型、総、流型、タイゲイ型のすべてが、艦首部に装備する 533mm、魚雷発射艦6門となっており、これは、海上自衛隊初の国産潜水艦である、大潮から普遍である。この 533mm、魚雷発射艦から、運用される兵装も、親潮型化からタイゲイ型まで、ほぼ同様であり、各種の長魚雷に加えて、アメリカ製の対艦巡航ミサイルであり、ハープーンに対応しており、さらに、親潮型には、機雷の敷設能力も付与されていた。親潮型の一番艦でネームシップである、親潮は、1994年に寄港されたが、これに先立つ1983年に、当時のロッキード、現ロッキードマーチン社の B3C 消火域が配備されたことが、設計に大きな影響を与えたとされている。
B3C 哨戒機は、当時は対潜哨戒機と呼称されていたが、従来の同様の機体とは比較にならないほどの潜水艦探知能力を示し、演習では海中で全ての推進機関を停止させた状態の潜水艦ですらも容易に探知し、撃破判定を獲得した。このため、海上自衛隊では、今後の潜水艦では、従来型よりも、静粛性と艦隊の音響ステルス性をさらに向上させる必要があると痛感させられ、その結果設計され建造されたのが、親潮型であり形状も類敵型から、葉巻型へと変更されている。親潮型は、最終の11番艦である、持潮は2008年に就役しているが、建造コストはおよそ420億円ほどであり、太平洋型1番艦、太平洋が、同およそ800億円とされていることを考慮すれば、ほぼ半額であったことからは、時代の変遷も感じさせられる。